味噌汁。おいしい。なあ、食べれんな。もうすでに10日済みでございます。おはようございます。こういう問題よ。イケメンだからどうするのってどうもしないわよ。タイプじゃない人が来たらパルパルっていうね。はい、あれが一番最後で出会ってやっててあったのはね、結構何回も外で遭遇したしね。私のいつ言おうかな、いつ言おうかなと思ってね、つい、それは若い子。あん時のやつ。ねえ。結婚してる出会い系サイト遊んでんなんて、本気で出会い求めてる人がね、出会い系サイト何をおっしゃってんですか。まあ中にはね、そっからね、日本そのクリエイターちゃん全然返信も来ないしね、載せてもね。ちょっとお腹いっぱいになっちゃった。残そう